はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、アゲルのりです。ということで、今回はね、トイレットタワーディフェンスにアップデートが来たということでね、早速やっていこうと思います。そしてね、アップデートキャラでね、メイスカメラウーマンが来たということで、早速やっていこうと思います。ということでね、やっていきましょう。トイレット、ベーシックね、オフにしといて、オンにしといて、とりあえず引いていきましょう。行くぞ。そんな感じでね、引いてないか。マジで出てほしいな、やばい。最悪マジでラッキーブーストつけてなかった。いけ、マジか、ラッキーブーストつけとけばよかったな。エピック、頼む、出てお願い。えっ、やばいって別のもの出ちゃったねえ。ちょっとゴッドリー出ちゃったので、ちょっとメイスカメラマンとかね、ちょっと交換しに行こうと思います。はい、ということで皆さんね、ちょっとね、アップグレード財団テレビマンで交換しちゃったんですけど、なんとね、メイスカメラマンね、手に入れたということでね、すごいめっちゃ損した気分なんですけど、まあね、新キャラ手に入れたということでね、皆さんに見せれるのでね、早速ね、やっていこうと思います。いや、ちょっとね、アップグレード財団テレビマンだけでね、ちょっともらうのあれだったんだけど、まあゲットできたからいいかな。そしてね、今回このエンドレスモードでランクというものがね、追加されたのでね、行こうと思います。ということでね、まず編成にね、つけていきましょう。メイスカメラマン、できれば1人がいいな。よし、はい、ということでやっていきました。まずね、とりあえずキャラテレビマン置いていこう。これでね、オートスキップにしてお金がね、早く貯まるようにしましょう。どんな感じなんだろう、これ。ちょっとこれのためにね、シーママンとかちょっと使うのあれだったんだけど、まあ、ちょっとね、価値が下がっちゃってるので、まあ、いいのかなと思います。これで、まだ200円だ。はい、ということでね、置けるようになったので、ここに置いていきましょう。ちょっと、なんか、下の方向いてるね。こう、攻撃当たるか。やばい、ちょっと当たんないかもしんない。やばい、ちょっと待って。待って、トイレすれば、こっち側に行っちゃってる。ちょ、グリーンレーザーで。まあ、こいつは多分大丈夫だ。グリーンレーザーちょっと置こう。ここに置いて。オッケー。そして、ここにね、サンタテリーマン置いて、アップグレードね、できれば最後までしたいね。はい、ということで皆さんね、アップグレードしていきましょう。おー、すごい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 。これ、新キャラめっちゃ強いじゃん。DPS30,000! え、やばい。ちょっと強くない?これ。めっちゃ強いじゃん、これ。すごい、新キャラ。やばいな、今回。ちょっとね、アプテレね、なくなっちゃったけど、まあね、こいつゲットできてね、よかったと思います。やば!トイレットスローミング、50%! やばいな。やばいよ、これ。このキャラ、すごいよ。プランジャーを後ろにしまった。あ、でもね、ちゃんとこういう時は持つんだね。やば。ちゃんとね、背中に背負うんだね、これ。ちょっと、サンタテリーマンアップグレードしよう。やばいな、これ。あ、でもちょっとアップグレードに結構かかるね。強くない?いやー、結構今回のね、キャラ、いいかもしれません。そしてね、サイエンティストメックっていうのも追加されているのでね。皆さんね、ちょっと僕ね、ロボアックスが全然なくてね、ちょっと買えないんですけど、皆さんね、もしよかったらね、買って、試してみてください。そしてここで、ラージグラストイレットが来たぞ。大丈夫か?お、上で倒せそうだね。オッケー。で、これね、アップグレードできそうなんで、アップグレードしてみましょう。どうなんじゃ、お!すごい!空飛んだ。ジェットパックで。すごいぞ、これ。めっちゃかっこいいじゃん。次、7000だね、7000。頑張って貯めよう。これでね、アップグレード乗してって。頑張るぞ。はい、ということでね、あと少しでアップグレードできそうなのでね、一回グリーンレーザー、グリーンレーザー危ない。消して、これでね、お金
止まったのでアップグレードしていきましょう。アップグレード、おーすごい黄色いこのビームで、おー、そしてこの広さがね 60% なので、これはやばいぞ、これすごい、これやば、めっちゃ強くないこれ。これで3万。結構いい方じゃないミシックでは。マジでこれ、交換してよかったかもしれん。すごっ。ということでちょっとね、ランクの方も気になるので、一回ちょっとやられてみてみましょう。はい、ということでね、一回やられたんですけど、この XP みたいなのがあるらしいですね。一回戻りましょう。戻ってきたら一回確認してみよう。あー、そういうことか。 2000XP でこの何、どういうことだ、これでなんか、これちょっと見えれないけど、トイレットヌーブちょっと読めないんだけど、こうやって上がっていく感じだね。そんな感じなのね。で、これでアイテムがもらえるみたいな感じってことだね。こんな感じだっけこれ、ガチャ引くところ。ちょっと変わった？ちょっと変わった気がする。結構全体的にね、多分変わってると思います。すごいな、これ。今回のアップデート結構いいね。そしてこれ、サイエンティストメイクだね。DPS が4万。他は、特に、でも XP ブーストがあるね。これは、特に変わってないね、この、タイタンクレート。そして、このブースタークレートが、なくなっちゃったんだよ。ちょっとね、ちょっと買っときました。てことでね、まあ、今回ね、ちょっとね、シネママンは失ったんですけど、このシンキャラのね、このめっちゃ強い、このサーベランスカメラウーマンのアップグレードしたやつをね、手に入れたってことでね、今回ね、これめちゃめちゃ強かったので、ね、皆さんもね、ちょっとね、ガチャとかね、頑張ってなんかトレードでゲットしてみてくださいということでね、この動画いいと思ってくれた人はチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。